は、はい、マイナス括弧1マイナスルート3 r z、 はい、マイナス括弧1プラスルート 3i、 1プラスルート 3i、 はい、 z がマイナス5ゴール0、これ合ってますよね。これ z を x プラス yiZ バーを X-YI と置いてガリガリ解いても解きたくないよね。それもいいです、問題ありません。まあ何かあるんだろうと思ってやりましょう。でそこで重要なのはこれなんです。最初これっていうのが Z と Z バーであることは知ってますか？以上です。うん、いやじゃあきついっすな。あ、分かるけどこれってきついよね。今まで実数の時は x の絶対値の事情はこうでございましたでしたよね。あのよくあるよね、括弧の事情にしていいってのがあったよね。普通まあまあ別に括弧の事情にして普通の事情にしていいんですけど、絶対値を外す時は事情にすれば外れるということをやったけど、これ実数の時だけなんです。で前回の動画でも説明してると思うんですが、それは無理です。なぜかというと z イコール x プラス yi だから、仮に z の事乗しちゃったら x 事乗プラス 2xyi マイナス y 事乗となって z の事乗はどうなるかというと z の絶対値はこれでしたね。ということはその事乗はどうなるかというとこういうことになりますから、ということはこれとこれは明らかに違いますのでダメですね。ところがもし実数だったら大丈夫ですね。実数だったら y は0ですよね。ってことは0だからここ消えるんで一緒になるんです。そうなんです。だから実数の時はいいけど虚数で、要するに y、まあ要するに x プラス yi で y が0だったら実数しかないので、その時は確かに z の事乗と z の絶対値の事乗は等しくなります。そうなんですね。まあ当たり前の話をこれやるのもまあ問題なんですけどね。ところが yi がついたがためにこういうものがなっちゃいまして合いません。ところが世の中よくできてまして、ちょっとこれ、まあ世の中よくできてて z と z のバーで z を x プラス yiZ バーは X マイナス YI、 そしたら X プラス YI と X マイナス YI、 そしたら足す引くだから A 事乗マイナス YI の事乗と、そしたら X 事乗マイナスマイナス Y 事乗だから、あすいませんずっときますよ、 X 事乗プラス Y 事乗、そしたらこれは何のことはない、これだということが分かってるわけですな。だから世の中よくできててこれがあるということですね。したらまあ大変長い説明になったんですけど、ともかく Z の事乗は Z かけ Z バーであると、ということは逆にこうまあまあこれをこう戻せばいいんじゃないか、もうすでにこうあるんで戻せばいいんじゃないかということですね。じゃあまずちょっとここまで書かなくてもいいんですけど、まあいいですか、消していいですか、はい。そしたらですね、今一つ示唆される言葉は、例えば今1を中心に半径1の円弧だったら、まあ、これ両辺事乗することは許されますよね。別に構わないですよね、別にいいわけで実数ですからね、これも実数の状態になりますからね、絶対値ですから、絶対値は実数になるわけですからね、そうですね、こうなってこうなった、これは実数の長さになるんで i とかいうものがなくなります。そしたらこれはどうなるか、そこでポイントなんです。今のこれ Z と Z の事乗は Z と Z のバーということは、これは Z-1 と Z-1 のバーで1なんだと、こういうことになります。でこれをバランスと、なんと、すみません、ちゃんと1個かませます。 Z のバーはこうで、マイナス1をバーにしてもマイナス1です、実数なんて変わりません。でこうします。でこれをバラします。バラすとこうなると、
ということになるわけですね。したらなんかこの形に近づいてません？こう Z と Z のバーとかだったら。ってことは多分こういうこの逆算を戻ってここに持っていければいいわけですね。いやもちろん Z を X プラス YI と置いてガリガリやってもいいけれども、多分できるならこれをやってみましょう。この逆算をやってみましょうということになります。じゃあそれで実際やってみましょう。そうすると Z と Z バーとこうしましょう。Z バーにかかっているのはこうですね。で、Z にかかっているのはこうですね。で、あと厄介なのは5もあるけど、これとこれかけますよね。これとこれかけたらどうなるか。9とこうなるんですね。これでいいですね。この辺の計算は地道にやってください。そしてさっきの作戦ではZ と Z のバーで1で Z の事乗が1となっていう話でしたね。ああすいません、これ Z 対1ですね。こうですね。で最終的に Z は1と言ってやってたと同じで、これを頭に入れながらこれを全部バーにしたいんですよね。そしたら、まあうまくできてるはずなんで、すいません、こんなのよくないんですけどね。したらこれがバーといけるのかなと。したら1は変わらない。あでここはプラスルートする、ね、これいいです。そしたらバーしたらここはマイナスプラスルート、そしたらここ同じになったんで、おうまくいきました。この形ですから、だから Z マイナス1プラスルート3i こうだね。でこれでこうですね、出てきてるね。で、あとは Z マイナス1足すルート3i の3とこうなりますね。ってことは1足すルート 3i のところを中心に半径3。これはまあ書く必要があるのかないか別として、1足すルート 3i か。で、これ2なんだよね。1とルート 3i だから21ルート3だから、これ2だけど3だからもう1個先か。でこういうことか。してあと言いたいのは、多分この長さも止めなさいでしょ、切り取るから。次の問題は多分実軸と切り取る長さだけど、もうこれはあとはそんなに難しくなくて、要するに x-1 の事乗とy 引くルート3の事乗イコール9で、これ分かりますよね。これ、いやもうこれは普通の平面にするわけね。ここの座標がまあ本当は違うんだよ。本当は1プラスルート 3i なんだろうけど、普通の xy 平面にしちゃってこうするでしょ。で事乗事乗で9でしょ、半径3だから。PZ ね、はい、が原点を中心とする 3.1 の円周上の動き、ということは PZ は、ごめん、もう一度言って、原点を中心とする 3.1 の円周上、こうね。だからもう一個のヒントはこうなるとかね。はい、次、W イコール2Z マイナス1分の、はあ、もっと複雑になるわけね。そうです、そうです。W イコール 2Z マイナス1分の 6Z マイナス1。6Z マイナス1。で、与えられる。W はどんな図形ですかってことですか。で、いいんですか。解き方がいろいろありますが、まあ、ヒントこれなんで、Z イコールに持っていこうという気がしますが、まあ、じゃあ一応これはですね、まあ、真面目に、すいません、やっていくとこうなる。あ、Z を X プラス YY というふうに置くやり方もありますが、まあそうはせずにちょっと僕のやり方、まあこれも手だよということですね。そしたら何をしようとしているかというとね、 2WZW
6z 騙されてください。なんとなくやろうとしてることを理解して引く 6z イコール w 引く1、これいいですね。でこれを、z に振ります。 2w 引く5 2w 引く1、そして上いきますよ。もう大体わかりましたね。 z イコール 2w 引く6分のこうなるってこと。そしてここまでいったら締めたもんで、絶対値は1点になってるわけだ。で次どうするかというところは分払いに行くわけだ。ここで切り離しを行うと W-1 と、まあ、これはまあ出しましょうかね。こうしていいですね。2で出していいですね。これが1だから、まあ、これまたシンプルになりましたね。1分の2になったわけだ。こうなります。そうするとこれは何を意味するかというと、1と3か。でそれが1対2の関係ということは、3から W から3までが1で、W から1までが2というわけだ。こういう点だ。そしてあと同じように y 分もいいから、こういうことか。こういって1、2ってことだよね。3から3までの距離が1で、1までの距離が2だってことだから、3からの距離が1で、1からが1、2という点だよね。そしたらこことここをなる円だということです。ついてきてない？わかんない。外分。ああ、外分はね、1という点をじゃあ A としましょう。3という点を B としましょう。これですね。したら A、B があって、W から、B までが1か。ということはこれでいいよね。1。で、W から A というか1までね、1までが2って言ったら1になる。あんま難しく考えない、そっちの方がいいかな。そしたらここだよ。であと内分の方は、まあ、W から B までが1、 A までが2と。で、W から B までが1、 A までは2と。例えばこうこう取っても1対2、こうこう取っても1対2、こうこう取っても1対2、こうこう取っても1対2ってわけですよ。わかります？で1対2にする点の集合体が円になるんですね。このニュースという人が、まあ、見つけたんですけどね。だからこういう形に持ってっていくと。そしたら中心はどこかになるんですけど、 AB で2対1にする点だから2対1の 1A たす 2B ですね。で A が1だから 1B は3ですね。そしたらこの点はどうなるかというと、3分の1と23が623が66と1で73分の7になるわけですね。ついてきてます？いや、まだまだ待ってね。これ3分の7って言ってるんだよ。あと今度ここ出さないと。わかる？で、次に外分だから、今度この点を見つけよう。そうすると、AB を2対1に外分するよね。ここ、AB とするよ。したら、2対1に外分するわけだから、2たすマイナス1の、AB でマイナスプラス 2B と。そしたら2たすマイナス1で A は1だと、 B は3だと。そしたら1分の、23が6だから5だと。ということはここは5だと。そうすると中心はどうなるかというと、この3分の7と5を足して2で割ればいいんだよな。
だから、3分の7をすると3分の7の15だと。だから3分の、7足す15は22と。でこれ半分だから3分の11と。ということは中心は3分の11。で半径はもうこれ5から3分の11引けばいいです。ということになります。というやり方もありだということです。これは一つの手です。長かったけど分かりました。じゃあメモってください。